皆さん、こんにちは。ももりんごでーす。はい。今回は明るい話じゃなくて申し訳ないんだけど、タイトルの通りで報告動画となります。マッチングアプリで付き合った彼、プーさんとお別れすることになりました。はい。まずいるかどうかはわからないけど、応援期待してくれた人たちは希望の星になれなくてごめんなさい。さて、何から話そうかという感じでね、ちょっといつもより言葉を探しながら喋っちゃうかも。何言おうかなって感じでさ、言葉が出てきづらい。一応ね、自分の中では気持ちはほとんど切り替えられてはきてるんだけど、まあまずね、お別れしたのが先月のことなんだよね。すぐに動画にすることもできたんだけど、気分的に思い出して話すのがしんどくなったってのもあって、少し時間空いちゃった。だから別れてすぐの時よりは現実味も増してメンタルも落ち着いてはいるんだけどさ、まだこうやっぱふとした瞬間の寂しさみたいなのはあるんだよね。はい。でもね、最後はちゃんと会って話し合って決断したんだよね。だから喧嘩して雰囲気悪く別れたとか、なんか浮気とかトラブルとかがあったわけではないの。そうそう。で、別れた理由なんだけどね。単刀直入に言うと、将来への足並みが揃わなくなっちゃったって感じ。お互いね、アプリで出会って、付き合って、もちろんすぐじゃなくても、将来結婚を視野に入れて、去年付き合いを始めたし、付き合ってから1年行ってないくらいにしろ、まあお互いのさ、バックグラウンド知らない者同士が知り合って毎週のように会ってって、それなりに仲も深まってきたところだったのよ。だけど改めて将来のことをしっかり話し合った時に、難しいねって結論になっちゃった。一体何があったんだいって話なんだけどね。まあ、ここ最近プーさんがよく仕事の関係で出張で地方に行ってたのよ。春から関わってる仕事の影響らしくて、話はさ、ちょくちょく聞いてて、仕事は忙しいけどやりがいもあって毎日楽しい的な感じだったのよ。で、まあそれは良かったじゃん、頑張れって思って話聞きながら応援してたんだよね。で、まあそんな中ある日さ、二人で、まあ、カフェに行って、6月は旅行行こうって話もしてたから、どこがいいかなとか、休みの日に会って二人で話してたのよ。温泉とか食べ歩きとかもいいんじゃないみたいに、いつも通りに盛り上がってさ。それでまあその日は大まかに決めて解散しようってなった時に、なんか向こうがめっちゃ何かを言いたそうな雰囲気を、いざ帰るってなった時に醸し出してて、そわそわしてたのね。で、まあ話したいことあんのかなーって思って、なんかあったのーって聞いてみたら、若干渋い顔してて、なんかね、いや今話すべきなのか迷うわみたいなことを割と深刻なトーンで言われたの。でもやっぱ今度でいいやってなんか思い直したのか言われたんだけど、話し出したんなら気になるよーってなったから、とりあえず帰らずに、まあ、もう一杯コーヒーとか頼んでカフェとどまって話聞こうってなったのね。で、何言われるんだろうって心臓ちょっとなんかドキッとなったんだけど、ようやくさ口開いてくれたと思ったら、俺転職しようと思うんだよねって言われたの。
急に転職話って最初意味が分かんなくて、転職考えてたのはまあ驚くけど、なんでそんな深刻トーンでいきなり転職話っていうのが疑問で、しかも忙しいは聞いてたけど悩んでるっていう節はなかったし、どちらかというと仕事楽しそうだったのを知ってたから、その意図がよく分かんなくてさ、今の会社も退職の話はもうすでに小出しにしてて進めてるらしいのね。そうで、若干事後報告だし行動早いし、なんで突然このタイミングと思って理由をまず聞いたのよ。そしたら今やってる仕事の関係で地方に行って向こうの人たちと仕事で関わってるうちに、すごいそのやり取りしてる人たちと仲良くなって、一緒にやらないかって提案されて、そっちの会社に誘われたって言ってたの。簡単に言うと引き抜きみたいな。それで少し悩んだらしいんだけど、せっかくのチャンスだし環境変えて年収も上がるしチャレンジしたいっていう思いが彼の中にあったみたいなのね。でさ、まあそれ聞いて、そうなんだ、へえ、よかったじゃんって思う一方で、あれ？どういうことって、やっぱすぐに思い直して、だってさ、彼は職場変えてその地方に行くってことになるわけだよ。向こうに拠点を構えて生活するってことじゃん。なかなかの遠い距離ですよ。で、そこでようやくこの深刻な雰囲気を感じ取ったのね。うん。で、さらに、なんかそれって住んでる場所も引っ越すってこと？ってプーさん聞いたら、そうだねって言われたの。あー、ここでもう思考停止。なんかモモリンゴはさ、もともと相手に合わせて将来拠点を移動するとかは、なるべくというか、したくなくて、もちろん今の仕事も生活もあるし、できれば実家にも近い方が、ゆくゆく結婚とか出産とか考えた時に安心もするし、相手についていって知らない土地で仕事も探して生活も一から始めるのは考えてもなかったのね。アプリをやってる時から全国転勤とかがある人は難しいって思ってたし、プーさんにもその話はしてたからさ。で、もうそこからは2人ともさっきまで旅行の話してたとは思えないくらい重い空気になっちゃって、プーさんはさ、突然驚かせてごめん、これ聞いてどう思われるか怖かったし、一緒についてきてほしいとは簡単には言えないって言ってたの。自分勝手で本当にごめんねって。言葉失っちゃってさ、どうしようという気持ちとショックな気持ちが言い混じっちゃって。だってさ、要するに二人の未来を考えるよりも一人で勝手に決めて仕事優先したみたいなところもあるわけじゃん。まだプロポーズとかの段階じゃなかったし、結婚約束してる二人でもないけどさ、勝手に決めて勝手にどうするとか言われてもと思って、その場で何を返せばいいか分かんなくなったのよ。相手はめっちゃ申し訳なさそうにごめんって何回も謝ってたんだけど、きっと別れも想定して今この件を話したんだなって覚悟みたいなのは伝わってきたんだよね。今となってはこの話先延ばしにされなくてよかったなーって思うんだけど、なんかね、モモリンゴとしてはさ、アプリでも簡単に人のこと好きになれない中、ようやく好きになって付き合って1年経ったら、これから結婚のこととかも考えていきたいと思ってたし、向こうも同じ気持ちであると思い込んでたのよ。将来どういう家に住みたいなとか、ペットは飼いたいなみたいな話をねしたこともあったの。だから突然のことでめちゃめちゃショックで、勝手に決めるなよとか、なんで相談もないのとか、いろいろ思うことはあるけど、もう相手の中で決まっちゃってることだったから、なんかこっちの気持ちを伝える気力も起きなくて。でも、ね、どう頑張っても彼への気持ちはあるんだけど、やっぱね、今後拠点を変えるとか、ついていくっていうことは、難しいなーってことだけははっきり自分の中にあってさ。
こっちにもこっちで譲れない部分があるから、いろいろその後も長時間話して、じゃあ遠距離でもいいかなとか、将来は単身赴任で休みだけたびたび帰る案とかもいろいろ話したんだけど、結果ね、向いてる方向違うから難しいねってなった。だから悲しいけど終わりにしようってなって、結果別れを選びました。ねえ、気持ちがあっただけにね、悲しいよね。今は徐々にさ、受け入れて前を向いてきてるけど、ちょっと前まではぽっかり心に穴が開いた無気力期間は続いてた。身近な人に話聞いてもらったり、そう、寂しいなと思う時間もあったんだけど、まあどこかでね、冷静になれてる自分もいるというか、大人ってやっぱこういう別れも経験するんだなって改めてね、体感したよね。だから好きとか気持ちだけあっても結婚には到達できませんでしたね。そして人の気持ちとか、いつ何時どんな方向に向くとかも予測つかない。だからね、まるっとまとめて、タイミングって大事なんだろうね。はい、という今回は今別れましたという報告の動画でした。うまくいかなかったな。悲しみ、シンプルに悲しみ。でさ、お別れして少し時間経って考えたんだけど、これから切り替えてまたマッチングアプリで出会い探すのかなって思われると思うんだけど、これはね、多分やらないかな。よっぽど寂しくなったらやるかもしれないけど、もともと相手のことよく知ってから好きになる傾向にあるし、なんかこう、ああいう SNS 上でやり取りしてってのが向いてないなって思ってたの。まあ気持ちが変わる可能性もゼロではないけど、再会しようとは今のところは思ってない。恋愛自体も今すぐしようって思わないから、少し離れて今は気楽に自分だけの人生と向き合ってみようかなって。旅とか行ってさ、美味しいものを食べて、いい景色見て、癒されたい。一人でしかできない楽しいことをして、今は過ごす。はい。こんな感じで、切ない夏のスタートでした。なんか、人生って思うようにいかないこと多いよね。みんなで支え合っていこう。はい、今回も聞いてくれてありがとうございました。一生結婚できないかも。